Hey brothers and sisters, welcome to Yokosu. あやたかの抹茶ラテ。めっちゃうまいっす。寝癖、yes。怖い動画を怖くなくしてみた動画。怖い動画ありますよね、いっぱい。それを怖くなくしてみたという動画をまた見つけることができました。ありがとうございます。ということで、怖い動画を怖くなくしてみた動画。本当に怖くなくなってるのか。このスーパーハイパーアルティメットボンバーファイッビッチ、are you ready? Okay?ビビリの俺はビビらずに見れるのか見ていきたいなと思います。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。交換説。それでは見ていきます。スタート。びっくりした。怖い動画を怖くなくそうプロジェクト、イエーイ。ボリューム2、なぜか2からです。一応1もありますね。でも2から見ます。まずは元動画を。はいはい、了解です。元動画ね。怖いなあ。怖そう。もう怖そうやん。うびびび。はい、何その振り返るやつ。俺は振り返ないよ。 Don't look back よ俺は。あ、ビビ、もうやめて。どういうこと。ガチで怖い。うん、確かに怖いわ。ちょっと BGM つけてみる。あ、なるほど、 BGM ね、大事ですね。なるほどね。焦点の BGM をつけることによって確かに怖さが全然なくなってしまう。これは成功でしょ。焦点強っ。そりゃ焦点するわ。少しはマシになったでしょうか。もうそうですね。次はこのようなことをしてみました。何でしょうか。いや楽しみですね。焦点やん、完全に。それは焦点やん。海外進出した焦点なんよ。もう、ひどいな。怖さが薄れ、全然もう薄すぎてやばいな。全く怖くない。笑いが少ないとのご指摘を受け、少し笑い声を増やしました。なるほど。やってるんよ。大喜利してるね。そういうネタだった、焦点の。怖い動画を怖くなくしてくださいっていう大喜利だった。あと、振り向く女の子が怖いので、アニメに差し替えてみました。ああ、なるほど。そんなことできたらすごいよ。あ、かわいい、かわいい、ベジータ。あ、もう、全く怖くないな。最後にキャラにテロップをつけてみました。ああ、これでもう完璧ですね。はいはい、もう焦点で。アズニャン、サイヤ人。アズニャン、ベジータ。なんちゃらかんちゃら。アズニャン、ベジータ。なんちゃらかんちゃら。アズニャン、ベジータ。なんちゃらかんちゃら。はい、ということで、いや、素晴らしかった。いや、ぶっちゃけここまで怖くなくなるとは思わなかったね。もう、焦点の BGM ついた瞬間からね、空気が変わったよね。すごいね、焦点。焦点すげえわ。続いて、怖い動画を怖くなくしてみた、パート1の方もあるので、そちらも見たいと思います。スタート。あ、びっくりした。怖い動画を怖くなくそうプロジェクト。はい。まずは元動画を。はい、了解です。これか、見たことある。この動画マジで意味が不明なんすよ。意味不明すぎてマジで怖いんですよね、これ。これ怖くなくしたら相当すごいよ。いや、これ無理でしょう。ちょっと改造しました。なるほど。どう改造するんだ？肉？肉がついた。ああ、筋肉マン的なね。相当雑ですけどね。さすがに肉ついただけじゃ無理だよ。まだ怖いのね、BGM。ああ、なるほど。これ BGM で結構変わりますからね。アルチューカラカラの BGM だな。こいつアルチューなんか。もう、アルチューにしか見えなくなった。次はセリフ入れてみます。なるほど。セリフ大事。ベジータまた出てきたよ。ひどいな、マジでこれ。ベジータ。ちょっとだけセリフを調整してテロップを入れてみました。なるほど。こいつがサイヤ人みたいになってる。でもおでこに肉ついてる。この人ジャンプ好きすぎでしょ。なんだか怖さが増したような。まあ、ある意味怖いかもな。わっしょいわっしょい言うとるべ。ニートって言われた。誰がニートやねん。笑われとるべ。山村肉子。肉子になっちゃった。ということで、怖い動画を怖くなくしてみた動画でした。BGM 大事だな、やっぱ。ということで、皆さんもね、怖い動画怖くなくしてみた動画、もし作られましたら、ぜひ僕の方に教えていただけますと、視聴させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。